皆さんこんにちは、むちょと申します。激アツの未勝利戦が終わりまして、ついにねこの2018年産3歳世代っていうのはほぼ最終的な勝ち上がり率が決まったということになります。どの馬がアベレージが高かったのか見ていきたいと思っております。まあ、あとは新勝馬がねどこまで既存の勝馬と比べて高かったのか、それとも低かったのかっていうのにも注目していきます。現時点での種牡馬リーディング第50位までの勝ち上がり率っていうのを出してみました。で、一応現3歳世代が新勝馬となる馬たちに水色をつけてみました。まあ初めてのねシビアな3歳未勝利戦戦い抜いたわけですからね、繁殖の質等はね、まあ、差があるので一概には言えないですけれども、どのぐらい奮闘してくれたのか、では勝ち上がり率順で相当してみます。このような順位になりました。今度はね勝ち上がり率順でランキングをつけております。まあ、キングマンがね1位とはなっておりますけれども、こちらね20馬となっておりますので頭数が少ないことにはなります。まあ、とはいえねアメリカンファローとかもそうでしたけれども、このように高い数値を表している馬っていうのは今後もねどんどん導入してきますんで、名前覚えておいて損はないと思います。 G1 も勝ちましたしね。で、日本で供与されている勝馬にかけるとヘニーヒューズがね1位ということになりました。これは体付け量を考えるとすごいことですよね。リープとか金亀よりも高いわけですから。ただ特徴的なのがこの世代ダートが53勝芝1勝となっておりますので、芝の新馬戦を勝った玉も大ジョッキー以外の勝ち上がった馬っていうのはダートということになりますので、39頭のうち38頭はダートでの勝ち上がりということになりますね。まあこれから分かることは JRA そして地方も含めてですね、とりあえずダートだったらヘニーヒューズの3個買っておけば、まあ、一生はねほぼ硬いと言っていいんではないでしょうか。これ決してノーザンファームの生産馬でなくてはならないというわけでもないですからね、ヘニーに関しては。まあ、とにかく一生が見たいという方にとってはもうとりあえずヘニーヒューズということに第一に上がってくると思いますね。ただもう種付け量もね成績に反映されてかなり上がって芝馬と匹敵するぐらいになってますので、まあ、そこのコスパっていう点を考えた時にね判断は結構シビアになってきたかもしれませんね。で、それに次ぐのがディープと金亀のね2強っていうことになります。まあさすがのね 50% 超えすごいですよね。この次に続く絆も高いですけれども、そこから 5% くらいはねこの2頭は高くなっている傾向があるわけですから、まあまさに2強の時代っていうことが分かりますよね。ただそういった馬たちがね引退、第7位のハーツクライムもいなくなったっていうところを考えると、一気に絆がアベレージで言うと高い数値、そして新勝馬モーリスも検討しているっていうことがねよくわかると思います。ちなみにエスポアールシティの10頭の勝ち上がりっていうのもですね、全てダートで勝ち上がりを決めた馬になります。まあルーラーシップがね 41% で、そこから約 3% 高いのがモーリス、 4% 高いのが絆っていうことになりますので、まあ今後ね現役の勝馬っていう意味ではこの2頭を買うのは堅実っていうことになってきますね。まあただこれを見るとルーラーシップもねアベレージっていう意味では高い水準にあるんだなっていうのをちょっと感じますよね。まあノーザンファーム生産の馬が多いっていう点はありますけれども、まあどちらかというと私の印象としては一発タイプなのかなって思ってましたけども、なかなかいいバランスの勝馬ですね。そして順位にねロードカナルアが来ます。まあ、体付け量的に言うとね断然トップの馬になりますけれども、勝ち上がり率という意味で言うともっと上げられる水準にはありますね。まあ、ただ一発ホームラン級もねこちらはしっかりと出てますので、まあ、この3歳世代に関してはちょっと落ち着いた感はありますけれどもね、魅力のある勝馬なのは間違いないですね。で、ダートの新勝馬北高たる前もなかなかね頑張っております。北高たる前に関して言うと地方ではもちろんその数値ありますし、まあ、何より地方だとね7割超えの勝ち馬率がありますので需要はかなり高くなると思いますね。まあ、今の2歳世代もね頑張ってますし、3
サマーセール見ても、あの勢いというのは続いていくと思いますね。そして黒船、まあ、頭数少なくなってきましたけれども、高い数値になってますね。まあその勝ち上がり率がどのくらいあると優秀な部類に入るのかっていうと、まあ一応走った50位以内の馬でアベレージが 32.5% となっておりますので、まああくまで繁殖の質を考えずに言うなら 30% 以上は欲しいところかなっていうところですね。特にシャダイスタリオンの馬になってくると質がね繁殖高いですから、もっと高い水準にあってほしいっていうのが本音ではありますかね。日高系のスタリオンに所属する馬であれば、まあ、30% 超えてくればいい方向に捉えていいのかなと見ております。そういう意味ではね、新勝馬ディスクリートキャットとかリオンディーズマクヒー、まあ、特にディスクリートキャットなんかはねちょっと注目薄いかもしれませんけれども、なかなか堅実に走ってますからね、注目していく価値はかなりあると思います。でシャダイスタリオン所属のミッキーアイル、こちらもしっかりね 30% 超えとはなっておりますけれども、まあ、がっつりアベリジタイプっていう感じではない数値かなとは思いますが、まあ、重賞馬もね出てますし、決して悪くはないと思います。何よりライン付け闘争を見てもね、今年上がっていましたよね。それを考えるとこれらの世代の3区が評価されたっていう風に捉えていいと思いますね。で他の馬たちにもね目を向けていくと、ジザーのライバルエスパネイヤは 37% で、フランケルとかもねもっと高い印象でしたけれども 35.7%、まあ、アメリカンファラオとかがねちょっとあまりにすごい勝ち上がり率になっているので、まあ、もちろん高いことは高いんですけれども、ちなみにそのアメリカンファラオはこの世代勝ち馬率7割5分となっております。12頭出走して9頭勝ち上がりということで、いやこれはもう中央の数値では一番高いんではないでしょうか。まあ、後継がたくさん導入されていることからも分かるように、私としては一番日本の馬場に今適性がある海外勝馬といったらアメファラ好きですね。まあとはいえね、フランケルは芝ですからね、そちらがメインで使われているところもあると思いますし、まあ何より一発のあるね G1 級も数多く出てますんで、やはり魅力っていうのは高いですね。で平均的に見ると低めの部類に入る 30% 以下のね馬たちになりますが、まあこれ一概にね低いとも言えないんですよね。 CPI の数値自体、繁殖の質自体が低いっていう馬も多くなってきますので、まあ単純に考えてね、能力があっても繁殖の質っていうのは間違いなく影響しますので、低いから悪い、高いからいいっていうともね一概には言えないってことは前提としつつ、まあ逆に言えば繁殖高いけどこのパーセンテージなんだっていう馬はね、まあ探せばいなくはないっていうことはちょっと言っておきたいかなというところでしょうね。でちょっとですね、勝馬を引退した馬と海外の勝馬っていうのを抜いてみるとこんな感じの順位になりましたね。まあ、とりあえず勝ち上がりだけを求めるならね、一口で出資する場合にもこの勝馬たちを選んでおけば硬い部類に入ると言えるんではないでしょうか。そういった意味では、まずはヘニー・ヒューズ、キズナ、エスポワル・シー、モーリスあたりがねいいかなっていうところですね。まあ、頭数的に言っても相当数つけてますので、募集馬のねラインナップに来ることも多いと思います。まあ、実際今年たくさんいますしね。でまあ個人的にはやっぱりヘニー・ヒューズとキズナはノーザンファームがね、まあ、断然トップを行く牧場がたくさん何十頭もつけていたっていう世代ではまだなかったりしますし、まあ、ヘニー・ヒューズは特にね日高の救世主とも言える存在ですし、硬い2頭だと言えますよね。でモーリスもね重賞 G1 独走しているっていう感じはねないので、ちょっとまだまだね人気薄な感じはしますけれども、私的に言えばね、まあ、アベレージが高ければそういった馬も出るのは時間の問題なんじゃないかなと見ておりますので、まあこちら逆にねノーザンファームさんあれだけがっつり毎年のようにつけてますので、まあ出来の良さそして伸びしろを感じてないとね、あれはしない闘争だと思いますので、素直に信頼していいんじゃないかなって思いますよね。まあ恒例にはなってきたねスクリーンヒーローとかダイワメジャーも
まあ、繁殖と同様ね、小馬も高齢になってくると多少率落ちてくるっていう馬は多くいるんですけれども、まあ、現時点でのこの数値を見てたり2歳戦の活躍を見る限りは、まあ、まだまだね実績通りの信頼はしていいかなと思いますね。まあ、今回の一番の発見としてはね、ディスクリートキャットの高さにちょっと驚きましたよね。まあ、名前の通りね、ストームキャット系の小馬なんですけど、実は芝も発祥していたりして、前の世代にはエアファリファーとかも出てますんで、もしかしたら穴の一頭かもしれませんね。ぜひともこちらね覚えておくといいんじゃないかなと思います。まあ、改めてねディープとか金亀ハーツの引退っていうのは大きくね、この勝ち上がり率っていう点でも変動をね予感させる数値でしたよね。そこのポジションに来る馬はね、どの馬に来るのか楽しみにしたいなと思います。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。